よう、お前ら。俺様だ。今日も対応がボーボー燃えてますね。はい。レシート紹介のコーナーです。庶民の味方、スーパー、広瀬屋のね、レシートですね。随分ね、珍しいっていうか、すごい聞いたことない名前ですね。ローカルなスーパーだと思います。ウィスパー色もしくは小松さん用の紙です。で、これね、イチゴのマークですね。イチゴのマーク。イチゴはね、まあ、これ黒ですけど、一般的に地盤屋色ですよね。はい。那珂市、茨城県の那珂市ってところの国道沿いにありましたね。何回かその道はね、車で通ったことあるんですけど、初めて立ち寄りました。まあ、いつもは人に乗せて、もらうんですけど、俺様は今回自分で運転したんで、まあ、あれですね、寄ってみました。で、じゃがりこを買いました。俺様ね、最近じゃがりこにハマってるからね、そう、広瀬屋ってスーパーはね、俺様聞いたことなかったんですけど、なんか、店内に入ってみたら、茨城県の、このまま中とかね、その辺りにね、何店舗かあるらしいです。チラシが貼ってあって、なんか、ね、なんとか店、なんとか店、3店舗ぐらい。ある感じですね。はい。そう、広瀬って、なんか多分広瀬さんって人が経営してるのかな、わかんないですけどね。俺様昔の知り合いに広瀬っていうのがいましたけど、なんかすごい変なやつでした。まあ、その人とは関係ないと思います。はい。それ、明日にカチカチマークがついてます。それではさようなら。ボーボー。ブーボーブーボーボー。ブーボーブーボ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 ー。ボーボー燃やす。